どうも、オカピーです。卓球のコーチ、ボディセラピスト、そしてメンタルセラピストやっています。2023年明けまして、はい、今年もよろしくお願いいたします。昨年はですね、今ここ卓球台と施術ベッドを並んでますけども、卓球と整体ですね、整体の方は後発式神経筋無痛療法の上級コースコンプリートセミナー終了しまして、そちらを使ってレッスンしておりますけども、めちゃめちゃ大好評なんですね。やっぱり怪我して卓球できないっていうのがものすごくストレスじゃないですか。やっぱ受けると、あれ痛かったのが痛くないとか、そう、その痛さっていうのも施術で痛さを取るんじゃなくて、そもそもの体のセッティングですね、ラケットの持ち方であったりとか、シューズの紐のセッティングとか、そういったところを見直すだけで痛みが取れたりですね、あとその上で体をチェックして、もっとより体を整えたら卓球がもっとスムーズになってとか、あといろんな卓球の悩みもですね、習ってるけどなかなかうまくできないというのも、体を整えたらできるようになっちゃうとか、そういうことですね、皆さんにたくさんたくさんお伝えさせていただきまして、本当大好評いただきました。ありがとうございます。もう関西遠征なんかもうほぼね、定員が埋まって、本当にね、皆さんご利用いただきましてありがとうございます。で、こんな喜んでいただいていることをですね、2023年はもっとエリアを拡大させてお届けしたいなということで、今月ですね、ちょっと関東の方にも進出していこうかなというふうに思って、今回この動画はイベントの告知動画になっております。もしあなたのお近くに僕が行くようであればですね、ぜひぜひ参加してみてください。たくさんね、新しい発見、そして新しい今まで出会ったことない自分に出会っていきますからね、これからこの1年がどうなっていくのかという占う上でもものすごく重要なイベントになっておりますから、ぜひ参加してほしいなと思います。もう今1月11日なんですけども、もうちょっとすぐなんですけど、13日の金曜日にですね、栃木県のもみ山駅の近くにあります RK スタジオラージチャンピオンのカノメさんが、運営している卓球場さんです。そこでオカビ特別レッスンをね、行います。こちらね、ちょっともう動画の前に10コマ全部完売してしまいましたんで、ごめんなさい。またね、またの機会でよろしくお願いします。そして15日ですね、15日の日は浅草のピンポン東京さんをちょっと利用させていただきまして、9時から12時までオカピー打球感覚アップ講習会をね、行いたいなというふうに思います。まあ、こちら内容は、まあ、打球感覚を上げるっていうメソッドをお伝えするのもそうなんですけども、やっぱ体ですね、自分の体をどう整えていくか、そのことによってどう打球感覚が変わるかっていうところをベースにしながら、僕のやってる練習方法で打球感覚が上がる練習をお伝えしていきたいなというふうに思っております。こちらね、8名募集してて、あと残り6名となっておりますので、ぜひぜひそちらの方もご応募ください。よろしくお願いします。そしてですね、22日の日曜日は小牧セントラルホテルさんをちょっと利用させていただきまして、カピー合宿を行います。こちらは心技体全て揃った合宿になっておりますのでね、大変お得になっております。やっぱね、前回やったら体悩んでる方ね、やっぱ腰が痛いとか肩が痛い、首が回らないとかっていう方がいっぱいいたんですけども、その方たちをとにかく最初にまず体をバチッと決めた後に打球感覚アップメソッドを行った後、メンタル、そう、メンタルの考え方、そう、マインドセットをですね、お伝えするっていうスペシャルな合宿です。で、こちらは小牧セントラルホテルさんに宿泊するっていうことが参加条件になっておりますので、ぜひぜひそちらの方も、まあ、各個人ですけども予約していただいてから、僕の合宿の方に参加の申し込みをしていただければなというふうに思います。で、次の日朝練もありますからね、復習して学んで書いていただくっていうふうになっております。よろしくお願いします。そして関西遠征、まあ、こちらもおなじみになってしまったんですよ。25日の水曜日、これ京都の田坂卓研さんで僕の特別レッスン、オカピー特別レッスンを行います。12時から、6時まで時間取ってあるんですけども、こちらも今半分ぐらい埋まっていますので、ちょっと今ね、すぐ空いてる時間がちょっとわからないんですけども、こちら田坂卓研さんの方に連絡していただいて、ご予約していただければなというふうに思っております。
して最後はですね、27日の金曜日、大阪の緑橋卓球場さんでオカピー特別レッスンを行っているんですが、こちらね、ちょっともう本当すいません大人気になってしまいまして、本当ありがとうございます。枠がないんですよね。そう、先月もいっぱいやったんですよ。今月も、今月はちょっと時間をもっと増やして9時から夜8時最終やったかな。なんで ほぼ12時間ぐらいもうずっともう全部埋まってしまいました、ごめんなさい、はい、ということで、今年から僕が独自で開発した卓球と整体を兼ね合わせたレッスンっていうのをどん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 全国展開していきたいというふうに思っております。で、講習会とかそういう特別レッスンとかのオファーとかもちょっとさせていただきますので、もしくはご興味ありましたら各 SNS の DM の方から連絡いただければなというふうに思っております。はい、ということで今回の動画は僕の2023年の活動、そして今月のイベントのお知らせでした。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。